スイターンスイコロでもあの蝶ネクタイ持っていいからいいからタイトルコールだ今キンキラキンよ茨城やーいいや持ってたかもしれない覚えて覚えていいよもうその話はということで皆さんこんばんはね金曜日となりました1週間早いもんですね、はい、この時間の茨城 TV は私たち茨城出身のお笑い芸人スイタンスイコが、9時45分まで、やらせていただきますよろしくお願いしま す, い, ますいやいやいやもう天気いっぱいですよもうあれですね梅雨真っ盛りですねなんなんですかこの雨は本当に今日天気がいいのに降ってきましたよわかるなんなんですかね俺ん家の方ね雹降ってきたの嘘じゃないよすごいやつやいやマジびっくりすげえ晴れてたので雷ゴロ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 って鳴り始めたのね、うんうん、ゴロ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 って鳴りやんだと思ったらパパパパパパーンと落としてそしたらね今日だったんですよすごいっすね今日一日どうしましたえ今日持たないパターンですかこれさっきのね、うん、ショールームで疲れちゃったなに最近またあなた体力落ちてきてない一回上がってきたと思ったらいやちょっとね体力ないですわあやっぱ風邪気味なの風邪、あーこれ風邪あんかもしんない何どうしたどうしたあのね、うん、恋かもしんない恋煩い、うん、なんかこれ前も聞いたの俺今日もさ、うん、いっぱい仕事があったのよ今週もはい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 だからちょっと活動後で時間行きましょうよもうあ、そうですかでも時間作っちゃうかもしんないよそんなにそんなことない、そんなことない そんなことない気がするけど俺はいっぱいあってイメージだったからいっぱい、俺あんまないイメージだったけどあ、じゃあやめましょうか勝手にピン活動行ってきたのかなと思ってきたあ、やめましょういやでも、うん、平和ってなんでしょうね下手くそだね、下手くそだね、あなたねいや、じゃあ行きましょうよちょっとあれさ、本当かどうかわかんないけどさ、はい、あの、いろんな有名なさ、うん、山ってあるじゃない、うん、エベレストとか、うん、実際登るとさ、うん、そのいっぱいゴロゴロ落ちてると本当なのかなあの、ご遺体がうん本当らしいですよ。寒すぎて自然に帰れないんだって土にも。冷凍保存の状態になっちゃう。何の話させたんだよ。はいということでこの番組はですね、ツイッターも同期しております。あとソーシャルストリームもですね、同期しております。はい。でですね、ツイッターがですね、シャープツイッター水濠出てますね。こちらシャープツイッター水濠をねつけてつぶやいていただくと番組中に僕が拾いますので。よかったらつぶやいてくださいよろしくお願いします。早速行きましょうか。来てますよもう何個か。おはい、ですね、ともみさん、ペンネームともみさんですか。はい、ペンツイッターネームはい、素敵ネクタイがってきてますね惜しい惜しいネクタイかい。あと上司のケビン・コスナーさんギャー惜しい。あ、いっぱい来てますよ。ほんとだ。フローズン・マリガリータさん、スーイスイって、あ、すいすい、わかんないんで、すいすい。はい、飛び跳ねちゃん、お母さんが鈴剣って叫んでる。はい、お母さん、愛してるよ。この珍しいね。何が？お母さん世代は大体僕派なんですよ。そんなことないですよ。お母さん世代は僕いけますから。いや、そういうことじゃない。今まで、今までもなくなった。今までもなくなった。よしさん、はい、雷ゴリゴリ。惜しい。惜しい。うん。フローズマリガリさん、ゴリゴリ鳴っていましたね。あ、雷、おい、雷の話これ。そうだよ。雷？漏れちゃってる声が大丈夫？嘘。俺、まあ、今日聞いてないから一回も。あ、本当に？聞いた。聞いた。俺も本当にいいな。あとフローズマリガリさん、クロちゃん大丈夫？って来てる。ハートマークだ、ありがとうクロちゃん。いやこれも好きになっちゃって。クロちゃん元気？クロちゃん。いやもういいからいいから。クロちゃんじゃん。クロちゃんお前だから。あとヨシさん、牛丼並盛りかっこ笑い。そうなんです今日ね。今日相方と牛丼食ってたとこヨシさんに見られちゃったんですよね。なんでさ、あれだけで波って分かったの。いや、びっくりしちゃったね。逆に怖い、うん、ヨシさんに何か入っ、そっち系の人分かんない、そっち系もよく分かんないですけどね。ありがとうございます。こんなね、たくさんツイッターありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最初のコーナー行きましょう。スイタンスイコーの活動報告。はい、ということでね、このコーナーですね、スイタンスイコがね、1週間でどんな活動をしてきたか皆さんに報告するコーナーでございます。はい。さあ、今週の1枚目はこちら、どうぞ。なるほど、来ました。僕たち今日また変わった感じで、変わった感じでね、ちょっとね、写し方変えてくれて。かわいい。これはクロちゃんでしょうか。これはクロちゃんですね。あら、これはちょっと結婚式の前、営業なのかな。
まあ、うちの、まあまあまあ、俺のいとこの結婚式にいとこですね。そう、呼ばれて、そうそう、来るで、鈴研も行ったっていう形ですね。そうですね、もう一枚よろしいでしょうか。私もいました、クロちゃんの身内の結婚式についに私参加しました。しかもね、こう白黒で行くっていうのと、うん、こうやって堂々と座ってますけど、うん、これ身内の席ですよね、これ。いや、だから前半はね、僕ちゃんとね、外で待ってたんですよ。うんうんうん、あの、ちょっと、さすがにまずいかなと。あ、そういう意味だったの。そうだよ、あそこでちゃんと待ってて、うんうんうん、ずっと、そうそう、それで言いたかったの。うんうんうん、なんと、この結婚式場行ったら、いばきらのスタッフさんが撮影入ってたんですよ。いや、びっくりしたよ。そう、金曜日にさ、土曜日だったから、うんうん、金曜日にここで社長さんに会って、うん、明日結婚式なんです、うん、あ、俺もそうだよと、うん、じゃあお互い頑張ろうねって言ったら会場が一緒で、一緒で、おーってなってね。そう、だから、うん、うちらのマジっす、マジっすよ、これで、うちらの、うん、だから余興をバッチリイバキラさんが撮ってるっていう。そうなんすよ、あいつな、久々に、そう、久々に会ったあいつな。いや、あいつ何見て変わったよ、あいつ。あいつ変わったよ。なんだろう、若造のあの、あ、まだね、あの2年前ぐらいのイバキラさん、上の会社が近かったじゃない。そう、違かった。あの、まだあの福岡さんの時か。うん、うん、その時がさ、うん、ね、でも挨拶に来ねえからさ、そう、俺が声かけたんだよ、うん、あれ、あの時もそうだよねって言ったら、はいって言って、うん、やっぱり、そうそうそう、そしたら、うん、水炭水工さんも変わりましたね、うん、変わってねえよお前だよとね。そう、挨拶が来ないの、お前だと。いつお前が覚えてますって来んのに、うん、そうそうそう、何度も目が合っても来ねえから、そうそうそう、うちは二人で、あれ違うのかな、違う違う違う、あいつの挨拶来んもんっつって、あんた可愛がったんだからっつって、だよねっつったら、うん、そしたら本人だったって、そういう話ですよね。本当に考えもんだよじゃあもう一枚いきましょう、どうぞ。これね、これですよ。いや、俺のね、うん、俺の結婚式の、まあ、いとこの結婚式なのに、はいはい、ちゃっかり料理を出してもらってるんですよ。いや、だからね、この人は。だから要するに、あの、水炭水工を余興に呼んでもらったから、うん、席も用意してもらったんですよ。僕はね、そう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 、別に余興だけでもよかったんですよ。そうです。で、ちなみに、うん、この会場の中にイバキラさんいますから、ね、その会場にイバキラさんいますからね、かっていますから、お互いびっくりしたんですから。そうそうそう、で、次、ね、ちょっと気になる、切り替えるのがもっとあります。次、何ですか、これ。よく見て、ね、何、あんた俺のいとこ初めてでしょ、はい、下見て、何、新郎ゆうのちん鈴木健二さん。よっしゃー。いや、お前会ったこともねえのにね。友達増えたぜ会ったこともねえ、しかも、うん、鈴木健の左隣、うん、俺の弟だから。そうなんですよ、弟さんなんですよ。いや、マジで。でも、クロちゃんの弟さんも僕年上なんですよね。そう、うん、だからまだ複雑なんですよね。複雑なんですよ、うん、そのあ、似てるか似てないかって言ったら似てますね。あ、似てるんだ。うん、でも、いや、でも、クロちゃんちとどっちも似てるよね、お父さんとお母さんね。まあ、そう、安田、でも、うん、ね、全然今食うんじゃないよ今食うんじゃないよ何してんの、お腹空いちゃったからさっき吉木を食ってきたろ、おめえはよすごいですね。似てる。もう似てるっちゃ似てる、うん、でも初めてかもしれない、結構似てないと言われてて、うん、まあ、痩せてるからね。弟さん痩せてるんですよ。でね、うん、妹さんも痩せてるんですよね。どういうことよ。あ、一番上の長兄が、おい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 冗談じゃないよ、食ってて言うんじゃねえよ、今よ今食ってて言ってんじゃねえよいや、本当にせ、みんな細いんだよね。うん、だってさ、うん、余興やってさ、うん、堂々と目の前で撮ってんのがイバキラさんなんだよ。イバキラさんずっとこうやって回してたよ、余興。変な感じしちゃって。あ、ね、変な感じですよ、あれ。金曜日やんわ、土曜日やんわね。本当ですよ、あれちょっとね、カットしてほしいですね、いろいろね。いや、うちの全てを見られたってことですもんね。そうそう、営業のね、営業ネタ見られちゃった。あと、この時面白かったのがさ、うん、ここの、結婚式場のスタッフさんがさ、俺とクロちゃんにね、コーヒーかなんか出そうとしててね、始まる、結婚式始まる前だ、結婚式始まる前、その身内の控室に入ってきて、お茶出しててなんか話しかけてきたんだよね。すいません、ちょっとキレイキレイなんで、ね、結構可愛い子が、すいません、今日お笑い芸人さん来るらしいんですけどって 話しかけられて、で俺とクロちゃんもピンときて、お、そうなんですか、絶対、うん、で、イケメンだの俺、うん、もしかして、うん、お笑い芸人さんですかって聞かれたから、俺聞かれたからね、え、違うよって、そう、俺らね、ちょっとね、ああ、そう、うん、違いますよって嘘ついてねそしたら、ね、え、その人有名なんですかって聞いたら、いや、全然有名じゃないっすねで、女の子がね、女の子が言うんですよ。で、女の子がもう一回聞いて、うん、その人たちって面白いんですかね、わかんないっすねみたいなこと言ってくる、うん、で、俺がね、うん、あの、水炭水工噂によると、うん、あの、性格いいらしいですよって二人とも、うん、あ、そうなんですかって女の子が女の子がね、言ってねそうそう、で、余興が始まって、どうも、水炭水工ですって言って、まあ、そういう話をしたんですよね。いや、ここの作さんがさっき僕らに話しかけてきてねって言ったら僕らは見れなかったんですけど、クロ、うん、ちゃんのいとこがですね、うん、あの、その僕らが出てきた瞬間、その作さんがこうやってたって言いましたね。
ね、やっとね、やっと気づく。水炭水溝ってこの人なんだよね、この人なんだっていうね、ちょっと見方出しちゃいましたけどね、そしたらさ、はい、そのいとこがね、うん、ちょっと調子乗んのよ、うん、俺がいとこと久々に会うから、うん、スーパースターが来た、 あの人ね、うん、はいはいはい、いとこ俺のことね、スーパースターが来たっていうの、はいはいはい、で俺はもう、うん、そうだよスーパースターだよと、うんうん、そしたらこう席ついただけでウェイトレスさんが来て、うん、私水炭水溝さんのファンなんですと来た瞬間、ちょっとそのいとこが、うん、ほんとにそんな有名なのと言ってたのに、ちょっとカッコついたよね。よかった。しかも2人ぐらい来られたんでしょ、あなた。来た。俺んとこに。俺んとこ来なかったのよ。来ない。なんでよ。あなたの方が不愛想じゃん。普段ガシャンしてるじゃん。ちょっと待ってよ。何何。大事にするよ。俺大事にする。ちょっと待って、時間ないんだから。まだあるとはい、結婚式編でした。じゃあもう一度行きましょう。どうぞ。あ、こちらですこれはねこれですよ。これはね、見てたのスマスマでしょ。そう、スマスマ見てたスマップスマップで、うん、あのザワチンというモノマネメイクアップアーティストが、出まして、うんうん、スマップ全員のモノマネメイクをしたんですよ。うん、うん、それしてたね。で、しましてで、僕一応モノマネスマップの香取くんじゃないですか。そうカトリくんさ、これは負けてられないと、うん、まあもうツイッターからもう喧嘩を挑んでたんですよ。喧嘩っていうか、うん、そういうことやると、うん、で、俺もさ、そのモノマネメイクをしたら香取くん俺のの方が似るだろうと、うんうんうん、もう対抗心もらって向こう女性だからね。そうそう、向こう、うん、でね、これこの角度とこの顔の写真撮り方が、うん、スマップさんのアルバムの僕の半分っていうジャケットの香取くんのカットがこのカットなんですね、うん、ジャケットの、はいはい、で僕もそれ風に撮ったんですよ全然似てないんですよあのびっくりするぐらい似てなくて、はい、これはね、うん、うわ、相方これ一人で自分家でやってるいやもう恥ずかろ、おっさん一人でさ、カツラせっせと被ってさ、で顔作ってさ、結果気づいたことが、俺鼻がクソでけんだよね鼻がニンニクみたいになってるから大丈夫なの。これブログに載せた瞬間さ、すぐ女性からコメント来て、そう全然似てますから、そういきなり叩かれた。あれひどくないですか。いきなりすぐですよ、載せて1分ぐらいでコメントが全然似てないですねっつって、だってあっちの方がかっこいいですもん、分かってるわってあっちアイドルだよと、誰と比べとんねんぞ。本当ですよ、いや、まあ、俺もびっくりした、ああいう方頑張ったんだなと。そう、頑張って、でもね、何人かはかっこいいって言ってくれたりね、あ、まあね、似てますよとか、うん、一つも似てると思わなかったけどね。これあれ、うん、なんかマシュマロ入れてんの、口の中に。入れてないっすよ嘘でしょ、いや、鼻も入れてないからね、ちなみにそうしかし鼻でかいっすね、嫌ですね、本当に、これじゃあザワチンじゃなくてザワチンチンだねせっくちゃん、せめてスズチンでしょそうすかちんちん、え、どういうことですか。いや、なんでもないです。もう一回言えばいいですか。大丈夫ですはい、じゃあもう一回行きましょう。はい、次、はい、これキンキラ金曜ですから。キンキラ金曜ですかね。これ、なんだ、これは似てないね。営業の時は似てるのよ。そうですね、笑い方かな、うん、はいはいはい、そうですね、これもあまりにも似てないと、うん、ちょっとみんな来たんで、いつも営業で似てると言われる、うんうんってやつのやつ被ったんですよ、うんうんうん、まあ似てないですよなんだろう ね白黒が余計なのかな。やっぱダメなのかな。でも鼻はこっちの方が似てる、うんうん、でも営業は似てんのよ、うん、このうんうんは、これ受けいいよね。受けいい、うん、受けいいですね。これは受けいい。ありがとうございます。じゃ次行きましょう。次のピクチャーお願いします。こちら、どっちが黒ずんだか分かんない。すぐ分かるよこれ。昨日ですね、DNA さんのね、毎週これも言ってるんですけど、うん、もうこんぐらいしか仕事がないんで言うしかないんですよ、ねDNA さんに行きまして、うん、またそのショールームというの、先ほどやってたやつですね、うん、やってきたんですけども、もうカニャ、リーダーのカニャですね、うん、ピムス、 TBS が手掛けるアイドル、ピムスのカニャが、まあ細いんですよ、腕が。細い、腕じゃなくて体全体が、うん、かわいいのよ。だってこれカニャの方が近くて、クルちゃんが奥の方にいるのに一緒ぐらいだもんそんなに置くのないでしょよいやでもね、ほんと可愛かった。可愛いね、うん、唇プルンプルンで、ね、目合わせらんないで、そこ見てんの、あんた見て、ずっと見てる、もうずっと目で、爪先から爪じまい見てる、うん、ずっと見てる、ほんとにいやでもほんとにあなた目見ないよね。しかもあの可愛い人限定だよね、クロちゃんファンの方、クロちゃんが目合わせて喋ってきたらね、あのクロちゃんが可愛くないと思ってる証拠です。じゃあそうじゃないです。どうしますか。だとしたら言うよ、うん、まあ、寄ってきた女性、大体俺見てないからね。確かに俺、写真も苦手で、写真撮るとき毎回同じ顔なのよ。わかる。違う、惜しい一緒じゃねえか一緒じゃねえかちょっと真似するの大変だったへえ、ね、可愛いですね、本当に、うん、ね、はい、じゃあ次行きましょう、どうぞ
ほぼ価値あるですね。あんたが覚えたやつ。あんたちょっと最近ザワチン意識してる。最近ですね、もう携帯を変えたんですよ。あ、そう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 、で今まで僕の携帯ガラケーじゃなかったんですけど、そう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 、自撮りができなかったんですよ。そうそうそう、インカインの感じ、俺ついてなかった、気づいてなかったでしょ。俺そんぐらいうまくごまかしてたら恥ずかしいから。あ、で、嘘、ま、そんな古かったっけ。なんか古いんでしょうね。もう化石みたいな扱いされましたからね、携帯買いに行ったら。へー、うん、それもできなかったんだ。そう、だから最近やってんだ、いっぱい。そうね、楽しくてしょうがなくて人に撮ってもらわなくて済むんですもん、だってシャッター押してもらわなくてこんなにいいことはない。この間もあれだよ、うん、クロちゃん下のどんぐり誰って来たんだよどんぐり。あ、それ俺のことか。そう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 、なるほどね。はい、じゃあ行きましょう。次の写真こちら来た。これですよ。これはすごい。これ納得いかない話ですよ。浦安新聞、これね、うん、前あの4匹木馬覚えてますかね、言った。先週か、どうだ、もっと前かな、もっと前かな、うん、3匹木馬、橋爪さん、その先頭、うん、俳優さんとね、うん、市の方から来たお仕事で、うんうんうん、警察も来て、そこで撲滅キャンペーンつって、うん、オレオレ詐欺とかいろんなやつコントにしたりとか、うんうん、トークもやって、うん、ネタもやったんですよ、うん、そしたらもう大好評で、うん、警察の人もバラバラ笑ってて、うん、わら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 、そしたら、うん、新聞に載ったっていう記事を送られてきて、すごいっすよね。そこ続きがあるんですよ。何？ぜひっていうことで、うん、また呼ばれてるんです。いや、おかしいだろ。でこれちょっと本当に全国だから言うなれば闇営業ですよ。闇じゃないよ。闇営業ですよ、これ。闇じゃない。だって俺いないんですもん。その俳優さん組にしてくださいよ。いや、ダメダメ、俳優さんが一番いいんだから。あなた俳優さん組したら誰がいいんできるの。誰がもっと俳優、ほらもっと俳優誰がいい。いや、俺は思うんですけど、ごめん話それちゃうんですけど、うん、茨城新聞もさ、うん、茨城新聞さん、僕らのこと取り上げてくださいよ、本当に。あと本当に。そう、それでね、うん、告知があるんです。ぜひこれを茨城新聞さんに告知を してほしい。はい。なん、一旦 CM 行こう。違う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 、CM じゃないですよ。CM じゃない。なんと、前回、5月の末にあった公開生放送。お、非常に好評でした非常に、非常に好評。皆さんおめでとう。まだちょっとここ閉めてないんですけどね、一応閉めましょうか。以上、スイタンスイカのカツオ報告でした閉まってなかったんで、はい、ということでね、で、告知です。はい、なんと、うん、続いて、はい、またまた、うん、外で、うん、やっちゃいます。はい、こちら、なんと、しかもやる会場がなんと今、ミトレ人が1、2集まるかもしれない。いや、これはすごいぞ、皆さん聞いたら、イオンモール水戸内原さんにて、そう、茨城のフロリダ第…フロリダじゃない落っこっちゃった。第2回公開収録、6月27日金曜日、イオンモール水戸内原にてでございます。はい、かっこ仮、まあ仮じゃないです、仮じゃないですね。でね、ですね、ちょっとね、ただですね、こちらのこちらの事情とですね、うん、イオンさんの事情もありまして、うん、今回公開、残念ながら、あれ生放送ではないので、そこを皆さんお気をつけください。もしかしたら生に変わる可能性もありますが、生放送ではない可能性が、まだね、公開収録なのでより多くの人が集まってくれると思います。詳細は本当に後から載せますので、そうそう、詳細は追って報告いたします。うん、ぜひ、6月27日イオンモール水戸内原にて、多分メインコートやるのかな。あそこでやっちゃうの。スタバの人うるさいって言われない俺、大丈夫。いや、もう十分うるさいから大丈夫大丈夫。それより後ろの、うん、スポーツから来ないやんで、来ない懐かしいね。去年もね、行かせていただきましたからね、営業ね。よかった、ようもろみとちゃん、6月27日ね、追って告知するんでよかった、皆さん、チェックお願いします。はい、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 ということでね、ということで、続いてのコーナー行きましょう。はい、スイタンスイカのちょっとこれどうですか。音にも合ってないよね。ねえ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 。はい、はい、このコーナーですね、水炭水耕が、やりたいことをプレゼンしまして、はい、ガキラさんにね、うん、却下かやってもらうかを、通してもらうコーナーでございますけど、ぜひお願いします。今のところほぼ全部却下でございますね。いや、本当ですよ、はい、納得いかないですよ。納得いかないですよ。ちょっと、うん、今回もありますか。今回もですよ、うん、じゃあちょっとホワイトボード、はい、カムヒアください。あ、茨城キックさんから来たですね、はい、おっぴろきさんとか、うん、いや、そういうの良くないよ。あ、いやいやいや、ね、ちょっと来いよ、お前。いやいやちょっと来いよ、お前。え、ちょっとお前何やってるの。いや、待って続けんけど、どうぞどうぞ。いいですか。うん、そう、ほんと却下はなかなかみんなね、うん、あの、消すやつあります、うん、お前、そういうのダメだ、ダメだ、お前。おい、何なんだ、お前。ちょっと来いよ、お前。お前、何なんだよ。誰と戦ってんだ、誰と戦ってんだ。いや、プレゼンがさ、うん、
なかなかと、ね、俺がやりたいことが通んないって相当ですよ。やりたいこと。はい、はい、何でしょう。来たよ。初音ミクミカさんが来てくれましたね。鈴木見に来たよ。ありがとうございます。水田水紅茶茨城在住なのげって来てますけどね。はい、行きましょう。はい、僕らがプレゼンするのはこちらのコーナーです。ででーん。はい。水田水紅茶ちょっと交換しませんか。あ、これなんすか、なんすか。これはですね、言うならば現代版わらしべ長者です。はじめ僕ら水田水紅の、サインとかステッカーから始めまして、うん、それがどんなものまで良くなっていくかを検証するコーナーでございます。これ面白いんじゃないですか。外ロケであお店とか行って水田水紅サインなんですけど、なんか交換できませんかとか、これをちょっとやって最大どの価値まで上がるかという。あ、なるほどね、はいはい、これ面白いんじゃないでしょうかね。はあ、はあ、はい、これどうでしょうか。これでも、うん、目標は、あ、なるほどね、目標、そうですね、諭吉ぐらいの価値あるやつ、お金1万円分ぐらいの価値になるものにしたいですね。安い、1万円安い、もっと大きくいきましょうよ。5万、もっと上、500万さいくらですか。クルーザー無理でしょ。あ、じゃあ例えば最初このハンカチから始まって目標クルーザーに無理でしょ。俺だったら芸人辞めますよ。ずっとそれで食ってきますよ。クルーザーすぐ売りますもん。だとしたらこれ面白いんじゃないですか。なるほど、はいはい、じゃあ、これどうすか。これちなみに、ちなみにどうでしょうか。クルーザーはやらない、クルーザーはできないです、はいはい、いや誰がわかるんだこれ視聴者。できましょうか、はいはい。僕はね、安定の闇営業って来てますよ。どこよしさんから。だから闇じゃねえわ。あとゆかさんがずっと胃が痛いです。直してだって。だそのちょっとね、直れ、よし。あとユッキーナさんが見てるって、鈴木の鼻でかい、やかましいわ。ひどいパンダがいるもんだ、みんな目を合わせたら大変なことになるよ。13日の金曜日だから。はいはい、これどうでしょう。はい、じゃあどんなですか。はい、こっちはドスン、はい、はい、ゆかさんに会いに行ったでね、ゆかさん今胃が痛いって言ってるんですよ。はいはいはい。で、その、やっぱり誰これね。いや、ゆかさんとの出会い、ゆかさんピックアップしてもしょうがないですけど、ファンになってくれた方がいて、ゆかさんが、これがたまたまですよ。たまたま東京タワーの僕らが、ライブに出て、そしたらたまたま来たお客さんがゆかさんっていう方がたまたま東京タワーに来てて、お笑いライブがあるとも知らず、で、僕らのことを好きになってくれたっていう。ありがたいですよ、あんたたま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 ってやめなさいよ。言ってねえわお前、ほら今切れだし。そうそう、そのね、お世話になって、まだぶっちゃけね、ゆかさん一回しか会ったことないですよ。会ったことないね、で今胃が痛いということでちょっと胃をさすりに行くってどうですか。それか、俺と鈴木でイカミロを飲ませるっていう。くーちゃん、下心なら却下。いや、さも下心じゃなくても却下です、これね。いや、これ下心じゃないんだよな。ゆかさんが迷惑だ、これ。ゆかさんって、男性でしょ。いやいや、ゆかさん、女性だわ。たまたま女性だったの。これさ、俺、そう、いや下心ないからわかんないよ、俺。ちょっと俺思ったんですけど、はい、これちょっとこれどうですかって、ちょっとこれどうですかのコーナーって言って、さらにちょっとがつくものをプレゼンするか、すごいややこしいですよね。で、あと多分ですけど、ディレクター多分通す気ないですよね。あ、本当に必要あるんですか、通す気は。もうその距離で僕喋った方が早いもんね。なんですか。クルーザーだったらどうしてもいいです。クルーザーは、いや、だとしたら俺そのクルーザークルーターさんとうまく付き合っていく自信がないですね。芸人さんじゃないですか。怖い。これも芸人何でもできるって人もこれ怖くてしょうがないですよ。怖い。ん？どのクーラーがいいでしょう。これどうですか。あ、これいい。言ってこれ。それどういうことですか。これ鈴木はね、結構歩く系のやつじゃない。さっきみたいに。はいはい。もう僕はデブだからね、この場にいたいんですよ。はいはい。もうここの部屋ないのよ。クーラーがね。クーラーが。うん。だから、もうどのクーラーがいいかを決めて、はい、そのね、ディレクターさんに買ってもらうっていう。なるほど、いわき屋に寄付していただけるってことですね。ありがとうございます。じゃあそれは採用します。いやいやいや、ということで、はい、以上、ちょ水炭水鋼の
ちょっとこれどうですかのコーナーでした。一旦 CM です。偏ってんだよなちょっと。はい、ということで CM 開けました。ネイマール決めましたね。ブラジルねえ、ネイマールがね、なんでこれを番組の後半から急に出してきたんでしょうか ね、 ね、気になりますけども、ネイマールが、うん、2点決めましたよ。決めましたね、ネイマール2点決めましたけど、うん、もしかしてこの後半のやりたくないからその話でごまかそうと思ってる。ちょっとずつね、うん、時間を減らそうと思ってる。だとしたら俺もそれ乗る、うん、やっぱでも西村さんのねジャッジねあれはどうですか。サッカー部出身としてはね、うん、あのジャッジね、うん、真剣にやってた。真剣、いやそれは真剣にやってたと思うけど、いやそこじゃない、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、あれが妥当かどうかなんですよ。どうなんでしょうね。まあまあ現場にいないと分かりませんもんね、あれはね。なんで顔作ってる、いやだから顔作ってくる必要ないでしょ。しかもあの人顔見え、毎回映んないのに、しかもこんなもう手紙裏紙になってんじゃん、もうなんか書いてあるんじゃん表に。お願いします。はい、ね、このコーナーですよ。スローテープついてる。水炭水耕様そここんばんは。はい、こんばんは。ワックマンです。ワックマンワックマンワックマン、うん、じゃあロックマンです。ロックマン、ロックマンなの。ワックマン、ワックマン、なんなのワックマンはね、わかんない、世代が違うのかな。俺わかんない。すいません、もちろんディレクターの大内です。なんでいらないの入れてこないでよ。先週の液体は、うん、てんてんてん、うん、ね、え番組始まって、うん、初めてごめんなさいしたと思いますと、いやしたいと思います。いやあれは無理だよ、人じゃないもん、あれ飲めたら。いや、うん、あれね、俺ほんと吐きそうだったもん俺、ね、今ディレクターからで、うん、それクックマンだそうです。まさかの栃木の英雄クックマンボケをあなたがワックマンで潰すという。いやー、読めないこともないな、どっちも。西村さんに任せよ、それは。どうも、参戦した、はい、さて、本日は、はい、お絵描き対決です。来ました。来たえか。茨城にちなんだものをちなんだかな、うん、出題しますので、うん、フリップに書いてください、はい、もちろん書いてる間もユースト見てる人人を大爆笑させてくれると信じております、うん、いや確かにこれ書いときゃな。ただ、うん、今日の液体も…かっこ笑い。笑えないんですよ、ここのは。ではよろしくおなしゃす。いや、おなしゃすじゃない。いや、でもこれは自信あるよ。いや、まず確認しておきたいのは、うん、勝った方は飲まなくていいんですよね。そう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 、俺前回納得いかなかったのは、そうですよね、両方飲んだら納得いかなかった。あなた久々にガシャンでしたもんね。そうですよね。あのね、本当にリバースやばかった、本当に。俺、うのやってたら速攻リバースで。それ関係ないよ。スキップ。あの R 出してね。はい、じゃあ、お題、俺、A は自信ありますよ。本当、カンニングなしだよ。お言っとくけど、うん、昔俺、絵描き屋さんになりたかったの、小学校の時。画家さんに？そう。俺、長松院っていう神社ね、うん、小学校の時書いてね、うんうん、みんな、東海村の長松院、うんうん。俺、賞もらってっから。僕もね、うん、小さい子はよく賞もらってましたよ。僕世界児童画展っつって未だに戻ってこないんですよ、映画世界をずっと巡ってるらしくて、はい、画伯的ななんかね、うん、だから嬉しいんですけど戻ってこないんで複雑ですよね。複雑骨折。さあ、いかがでしょうか。お題何でしょう。お題何だろう。覗きなしね。ちょっとすいません、はい、すいません。何ですか。2人の絵がうまい自慢はもういいですか。何ちょっと俺私いいコメントしたみたいな顔してんの、あの人。終わるの待ってたよ。そうね。それの終わり。今日も司会進行を務めさせていただきます。はい、天の声です。結婚式かお前。丁寧だ。硬いんだよ。今日は茨城の有名なもの3つをお二人に書いていただきます。はい、おい。
三本勝負ってことね。はい、はい、いやこれは自信ある。いや負け、俺毎日帰ってくからね。ほんと、うん、いやでもね、この天の声はね、うん、なんか空気読んで俺が上手くても、うん、次鈴剣勝ったら面白そうとか言って選びそうなのが嫌だ。あ、これ天の声ジャッジなの。じゃそうでしょ。ほらほら、私がジャッジさせていただきます。じゃあ本当に後輩にね、じゃないと勝負になんないから。わかりました、任せてください。心配だ。あいつ飯食ってねえから大丈夫か。じゃあ第1問、はい、日立牛。いやいや、7枚上すぎんだろ。日立牛を書いてください。もっといるだろう。牛ですか。よーい、スタート。でで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 で立てでもいい。そうよ、ご自由にどうぞ。そういえば今日水戸駅降りたら、うん、なんか僕見られてたらしくて。誰に？あのツイッターから来ましたよ。なんて？あの鈴木さん、鈴木さん見ましたよって。怖っ。まあそうですね、何もできないじゃん。まあね、水戸じゃ悪いことできないですよね、うん、お互いにね。ちょっと僕はしないですけど。前のいい の、 あのサウスタワーの話して。そう、そう、え。あー、これダメだ。え、これどんぐらい時間は、どんぐらいで書けばいいの。大体1分から1分半ぐらいで書いてください。あと30秒。長い、短い短いよ。ちょっとあの時間が足りないときは申告制でお願いします。どういうこと。自己申告で。え、どういうことだそれ。角度にもよるでしょ、だってなんだよ。15秒前。マジか。10秒前。9、8、7、6。5秒前。4、3、2、1。終了。勝った。どうですか。勝った、勝った。クロちゃん大丈夫ですか。いいよ、俺だって茨城は胸でつけてないからね。ああ、じゃあ期待しましょう。いいよ、全然勝ったよ。いいですか、うん、フリップオープン、せーの、でんでん。いや待ってよ、お前動物違うじゃん。いやお前動物違うじゃん。あれ、牛ってメスは角のないですよね。いや、クソ、キツネじゃん。キツネじゃない。キツネじゃん。キツネこんな太くねえもん。待って待って、キツネじゃん。え、これマジで書いたの。いや時間なかったから。いや待って待って待って、え、時間なかったから。キツネじゃん。お前さ、チンコダメだろ。チンコじゃないわ、父だ父。このチンコダメだろ。おっぱいだ、おっぱい。これお先しようわ。やめてください。出してないよ、出してない。おっぱいは平気だよ。あー、でもこれはなんか負けた気がする。いや俺でしょ絶対これ。じゃあ正解を出そうと思います。正解を出そう。正解はこちら、はい、え、ほらほら俺だ。角ないじゃん。いやいや俺父やんもん。そこか、うん、これどっちどっちどっち、これいい。いや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 、この人がいい線いってる。いや、キツネじゃんお前そんなの。ツラあるじゃん、ほら折れた後みたいな耳の上に。じゃあジャッジ。だってほら歪めあんもん、あんたはただの。いや、なんか足速そうだもん。あなたのちょっとクロちゃんの方は、はい、牛というよりかはキツネとか猫系なので。犬じゃねえのか。犬、うん、勝者はお前、もうこれ認めて、うん。いや、もう長いわ。いいよ。なんで鈴木さん。イエーイ。いや、もうよくそれでええって言えたな、お前。なんで。もうクロちゃんはきついだろうねって言ってて、ドルルルとかしてたのよ。そうね。じゃあ2問目。これはね、俺動物は嫌いなんだよな。はい、じゃあ2問目。待ってさ、俺ちょっといいっすか。はい。もっと茨城っぽいのあるんじゃないの。日立牛って、まあ、日立の国だけどさ。はい、じゃあつべこべ言わずに2問目です。あの、指示で頼む。2問目は。はい、茨城県庁。は？茨城県庁を書いてください。県庁？じゃあ行きます。よーい、スタート。いや、あんた入ってよ、中に。
すいません、黙るのやめほんと負けたくないんだよ。こんな感じだったよ、ね、まず勝ちたいから、うん、あのさ、あの筋肉マンのザ・サンシャインみたいになっちゃったんだけど、ザ・サンシャイン、いや、わかんねえな、県庁。あ、あ、あ、ね、仮面ライダーでやってたから。そうだそうだ、はい、やばい、俺これ勝てる。うん、うん、なんか面白いコメント言いながら、いやいや、負けたくねえんだ、本当。オッケー、俺これ勝ってる。いや、俺勝ったね。大丈夫ですか、はいはい、もう、もうじゃあいいですか。確かに、まだいけない。じゃあ日立牛の次さ、フリップオープン、はい、せーの、おい、あ、テイスト似てるね。ほら似てっけど、これどう見ても俺、いや、皆さんね、見逃してますよ。ちゃんと僕はね、上にね、ヘリポートついてるんですよ。いや、俺のところついてる、サクついてるじゃん。どれどれどれ、ヘリポートどれ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 、ないじゃん、ヘリポート。あんた、どっちにすぎだよ。ほらほらほら、ないじゃん、ヘリポート。ただね、うん、あんたはね、うん、一番重要なね、うん、ミスしてんだよ。ん、何をだい、どっから入るんだ、バーカ。なんだって、入り口がない。入り口、俺は入り口あるよ、これちげえ、ちげえ、それそろそろいいですか。いや、これは絶対俺でしょ。じゃあ、正解をヘリポーターも俺お願いします。ほら、2人とも違うか。これってほらほら、違う、入り口見ろよ、入り口見ろよ、ほら違うじゃん、あんたのエレベーターじゃん、こんなの。違う、エレベーターじゃん、全然違うじゃん。いや、これは全然違う、あんたエレベーターだよ、それ。いや、これは自信ある。いや、俺の方に、ほら、フォルム一緒だもん。じゃあ、ジャッジに移りたいと思います。俺でしょ、これもう。ドゥルル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 ル、普通、デカデカデカ、なんだ、ジュ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 って。入り口がついているクロちゃんで、イエーイ、ほら見ろ。いや、俺ヘリポートついてんだよ。いや、なんかそのヘリポートはなんか嘘くさいんでね。だとしたら全部嘘くさいけど。じゃあ3問目。いや、有名だもん。いや、もう最終問題となります。はい、はい、はい。3問目。はい。日立不動機の丘の獅子頭。あのさ、茨城っつうのは日立寄りじゃないちょっと。ね、多分出身日立なんかもね、作った人。何簡単に言いますとですね、うん、獅子舞の頭を描いてください。描いたことない。大丈夫ですか。はい、じゃあ始めます。ちょっと、うわ、用意、スタート。なんだ、獅子舞ってどうなってんだ。なんと、俺もっと茨城川とかで使ってた。ちなみになんですけど、日立不動機の丘は石岡にあるそうです。そこの獅子頭ですね。獅子か、あ、あ、わかった、あの大きいやつね。大きいやつでしょ。わかった、わかった。あ、じゃあ俺が有利かな。これあれだよ、わかってない人がいるからこれは不平等だからね。そこだけ言っとくけど、それ茨城知らないだけだから。あなた逆にそれ不利だよ。それは茨城愛がないということに、うん、だって俺そこまでさ、だってそれ以上言わないで、あの商売にあれだから。だってあれでしょ、事務所の人がその熱、やめ、仲間割れはやめてください。オッケーオッケー、いいよ。マジで、まあ、あんまり手を加えないことにした。いかがでしょうか。いや、俺わかんねえもんな、それが。あ、大丈夫ですか。まあ、獅子舞の顔みたいなの描けばいいんでしょ。これ見てる人楽しいんですか、これ。じゃあフリップオープン、せーの、ドスン。どう見ても俺ですよ。いや、これ、いやいや、あんた生ハゲだよ。いや、これなんだって、獅子舞の頭って。これでしょ、獅子舞。お前だ、買えるじゃん。こうやったらただの買えるじゃん、あんた。じゃあ、あんたさ、なぜ隠す必要がある。いや、これは俺だよ。いや、せめてさ、うん、俺負けるにしろね。うん、俺分かるもんで負けたい。いや、それはダメだよ。だって茨城を知らないっていうか、獅子舞の頭って言ってんだから。もう一問ダメ、もう一問。いや、せめて俺知ってるやつ書きたいっすわ。とりあえず正解を見てみましょう。はいはいはい。お願いします。ほら、いや、俺だよ、ほら。ほら、穴大きいもん、鼻の穴。俺も大きいじゃん、ほら。
正直どちらも微妙なんですか。いやいや、これ分かんないもんな俺。ちょっと分かりやすい、分かんすりもかけんのにな俺。あんなだっけ獅子頭って。何なんで消したのよ判定出る前に。え、今言ったもん。え、何？いや、判定まだしてないです。あ、そうそうそう正直どっちもとか言ってたからほら来た。じゃあ判定します。ですね、はい、クロちゃんの絵はちょっと目が2つあったような気がするので。え、目2つってあるもんでしょ。目って、あ、目が2段にあった気がするので、はい、勝者クロちゃん。やったやったなんだ俺やったぜ。あいつ絶対違う。お前が少し機嫌悪い雰囲気出したから寄せてきた。絶対そうだよ絶対寄せてきたよ。機嫌悪い空気出してないよ。出してたもん。俺死んねえからっていつも出してたもん。いや、お前死んねえからいや、全然納得いかないよこれ。ね、もっとさ、有名です。いやいや、指示がないとさ。ねえ、ね、いい友とか見てた。だいたいおちょこよ、だいたいこれおちょこじゃねえじゃん、これ見えてねえし。はいはい、なんかあったけし。ほんとだ。そのお茶はどちらかがセンブリ茶です。俺分かった気がする。俺も分かったけど全然色違うじゃん、だってあんたどっちがいい？俺こっちがセンブリ茶だと思う。あ、じゃあ俺こっちがいい。え、スズキンが俺こっちがいい。俺はこっちがいい。あんた今こっちがいいって言ったんだよ。なんでだよ。俺こっちでいい。こっちでいい。うん、クロちゃんこっちで。クロちゃんが先に選んでください。あ、なるほどね。はい、じゃあこれさ、手元映んないから。あ、いいや、じゃあ俺持ってる。はい、こっち。え、待って、結局2人とも飲むの？いや、もう持ったでも。加藤に先に選ばせました。っていうことはですよ、うん、勝ったとしても半々 あのリスクがあったってことですね。俺思ったのね、うん、こうやって2人飲ませるために、うん、相手3つ目の問題は分かんないやつにしたんだよ。じゃあ飲めばいいんですか俺。飲んでください。いいの？2人同時で大丈夫？じゃないと意味ないもんね。お願いします。せーの。うわー、うわぁ！え、どういうこと？うわぁ！え？でも両方じゃねえの？すげえ。くれよ。え、どういうこと？あー、まずい！うわぁ！なにこれ、なにこれ？なにこれ、なにこれ？あー！なに？うわぁ！危ねえ、ヨシギヨが危ねえぜこれ。片方は少しセンブリ茶が薄いそうです。知らねえ。どっちだろう。うわ、まずい。鈴木飲んでみて。なんでだよ。どっちか分かるじゃん。鈴木どっちか判明してお願い。俺、いや、白黒ハッキーつけたいの。俺白黒ハッキーつけたいの。頼む。どっちが薄いか、どっちが薄いか。あどっちどっち。わかんねえ。これどっちが薄いのこれ。うわうわ、まだ残ってる、まだ残ってる。口の奥にいる、口の奥にいる。おやだよ。なんだよ。あ、冷たい方が薄いってことはこっちだよ。俺か。くれよ。なんでお前だけ見た。くっそまずい。や、俺ね、いやこれさ、もう、うん、なんでした。いいよ、一発目の一口目、うん、あ、ちょっと濃いお茶だと思ったから飲めたのよ。二口目から来るね。なんで二口飲んだんだよ。いや、お茶だと思った。センブリ茶だと思った。待って、どっちが飲んでみてよ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、あ、もう匂いだ。いや、ちょっと、いや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 
はい、ということで、スイッタンスイカの近畿な企業ね、以上で、終わりになりたいと思いますけど、まずこれはディレクターとかに文句も言いたいと思います。まだ終わり、もう締めだから、もう締め。もう締め、もう締め、もう締め。はい、ということで、あ、そう、あと6月27日のね、イオンモールジャハネテの公開収録、ぜひ皆さん遊びに来てください。クロちゃん、なんか一言一言。ティッシュ。まず次回からはどっちかだけでもね、生きる罰ゲームにしてほしいと思います。それでは皆さんね、ご覧いただきありがとうございました。またね、来週の金曜日、夜9時からお会いしましょう。以上、水炭水耕のキンキラ金曜、茨城でした。さようなら。どう？いや、もうや。